はい。始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について、投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい。マネーセンスカレッジの朝田修二です。 はい。今回はですね、知らなきゃ損する医療費控除とセルフメディケーション税制についてお話ししていきます。はい。だいぶ前に扱って。そうですね。全然作ってないということで。<laughs> 5年以上前じゃないですか。しかもあれ、確定申告終わった後に出したっていうね。そうですね。何も考えてないなて。<laughs> <laughs> まあ、今年こそはということで、<う>できるだけ早めにお伝えしようかなというふうに思います。はい、今年ね、3月15日までに確定申告をするっていう段階で、うん、医療費がいっぱいかか,かってたりですね。うん、例えば、 医薬品をいっぱい購入してたりとかすることで漢方が受けられますよというものですね、はい、これがまあ医療費控除というものがあります、うん、で、この医療費控除なんですけど確定申告が必ずいります、うん、確定申告をしなければなりませんのでその手間もかかりますから、はい、やっぱりしてない人結構多いですよねまあ面倒くさいですかね、はい、なので疎遠だなという方もいらっしゃると思うんですけど、うん、これね事前知識としてもまあ、知っておいた方がいい部分がありますのでまあ、そこら辺も含めてですね今日お話をしていきますから、うん、ぜひ ぜひね、見ていただいてもし医療費がかかった場合今年ね何を用意しなきゃいけないのかというようなところも含めて解説をしていきます是非、うん、参考になさってみてくださいでは本編にスタートです ではあー、早速始めていきたいと思うんですけども、まず医療費控除ですね。うん、と、あとセルフメディケーション税制っていうのがあります。はい、どちらもね、医療費控除なんですけども、立て付けとしては医療費控除というのがあって、うんうん、で、その医療費控除の中には、普通の医療費控除とセルフメディケーション税制っていうのがあるなるほど。これはどちらか一個しか選択できない。ああ、そういうことですね。はい。だから選択適用なので注意していただきたいなというふうに思います。うんはい、中身についてはね、お話をしていきますけども、まず医療費控除っていうのは、すごい金額がかった場合ですね、<う>医療費に。例えば入 入院しししたたりりととかか手術をもくは自由診療でね例えばレシックを受けたりとかインプラントをしたりとかそういった場合に、うん、まあ結構金額かかってますよね,そう,ですねそういう場合にね使うものですね最大200万まで受けられますこれ結構ハードル高かったんですよ、うん、10万円を超えないと、まあ、まずカ破されないっていうものがあるので,、うんでね、結構ね普通に生活してたら10万円はちょっと医療費かからないと思うんですよ超えないです、はい、なのでこれ私には関係ないわっていう感じでもう完全にパスされてた人が多いんですけど、ね、数年前からですね、うん、セルフメディケーション これは通常の医療費控除は受けられないかもしれないけども自分自身の健康を、ね、維持・向上してほしいという目的からですね例えば薬局とかで売っている一部の薬とかですね湿布薬とか <laughs>、まあ、そういったもので病院にかからないようにするためのもの、うんまあ、そういう薬を買った費用を一部還付金に含めましょうかというような制度なんですね。でこれはまあ1万2000円を超える金額から対象になりまして最大で8万8千円まで所得控除を受けられると。うん なるほどいうものです、ね、だからまあそんなにかかってないという方はこちらの方を採用することが多いのかなというふうに思います,、うんすね、だいぶハードルが下がりましたねで、まあとでもちょっとお話をしますが、うん、例えばパートナーの方がいらっしゃって夫がね医療費控除を受けて妻がセルフメディケーションっていう場合もありますので、うんうんうん、あそれで,できるんです、ね、できますお互いに同じものを申請しちゃダメですよあまあそうです,うですはい <laughs> セルフメディケーション税制のところでもお話ししますがその薬の購入した費用も普通の医療費控除に含めることはできますので、うん、ダブって出しちゃダメですよああそう,うです <laughs> どちらか一個に選択してください、ね。そういう,うな扱いもできますので、ご夫婦で、まあ私関係ないわっていうふうになっても、そこはね、変更することもできますから、参考になさってみてください。で、詳しくお話をしていきますけど、まず医療費控除についてお話をしていきます。うん、医療費控除っていうのは、1年間ですね。我々、まあ、所得税の税計算としては、1年間はその1月1日から12月31日です。で、その中にかかった医療費が10万円を超える場合、最高200万まで受けられる所得控除になります。うん、その10万円を超えるっていう金額なんですけど、総所 所得金額等っていうちょっとね、まあ難しいんですけど、例えば給与所得だったら給与所得控除とか受けますよね。それらを合算していくわけですけども、その合算していくのにもルールがあるんですよ。で、そのルールがあるんですけども、各段階によって名称が異なるんですけど、最終的に決まる金額ですね。それが総所得金額と。で、この金額から基礎控除とかそういうようなものを引いていくんですが、その前の段階の金額ですね。それが200万未満の人。まあだいぶ低い方になりますけどもね。そういう方は、総所得金額等の5%っていう金額になりますから、 所得が低い人は10万円までかからないでしょっていうことになるので、仮に100万円の方がいたとしたら5万円っていうふうになります。すね、はい。はい、なので、10万円、まあ、もしくは、そ所得金額等の5%までの金額を超えた金額ですね。それを所得控除を受けられると。で、所得控除これはね、国税、所得税と住民税の方にも適用されますので、うん、例えば、国税が10%で、住民税は皆さん10%ですので、これ足して20%になるということになるので、うんうん、20%分還付されます。だから最大で40万還付されます。うん そういうことですね。はい。いうことになります。うん、はい。結構でかいですよね。でかい。はい。なので、医療費いっぱいかかったよという年があったらですね、それを還付を受けることができますので、今回、うん、確定申告をする、うん、しないっていうのを選択すると。 こういう形になります。で、対象となる人なんですけども、まあもちろん税金を納める人、自分自身、その人以外の医療費も対象にすることができます。例えば、扶養家族ですね。お子さんがね、大学のために勉強しているという場合とか、単身赴任でいるとか、まあ言った場合の家族のものであったりとか、まあそういうようなものも医療費を全部含めることができます。だからまあ考え方としては、まあ一番税率が高い人に集めるというのが、まあ一番効率的ですかね。はい。まあそういうふうにされる方が多いのかなというふうに思います。で、対象となる金額、医療費っていうのは かっていうことなんですけど、これは当然治療費になります。でこの治療費っていうのは10割負担の10割じゃなくて。 で、実際に窓口で払った金額です。あー自己負担、まあ、普通であれば3割、ね。そうですね。はい。はい、現役の方だと3割になります。はい、えー、それ以外に、通院にかかる費用、通院交通費って言いますけども、はい、これも入ります。で、さらに、例えばお子さんのために付き添いで行ったとか。ありますね。はい。付、うん、き添い者の交通費も入ります。おーはい、こういうようなものがあります。治療費だけじゃないよ、というところですね。うん、で、また、控除するときにもお話をしますけど、そこから一回控除しなきゃいけないものもあります。まあ、まずは対象となる、その治療費っていうのは何かっていうと、治療費以外に通院交通費、 も含まれまれっていうことですね。この含まれるもの、含まれないもの、どっちなんだろうっていうのは、ちょっと分かりにくいものもあります。うんうん、はい。それについてちょっとお話をしていきますけど、まず当たり前のように、病院で診療費とか治療費で払ったお金。うね、これはもう入りますと。はい、まだ無で払った金額です。それ以外にですね、自由診療っていうのがあります。ますねはい、これは健康保険の対象にはなってないんだけども、うん、治療として使われるもの。例えば、レーシックであったりとか、まあ、インプラントとかですね。うん、治療が目的だという場合には、これも対象になります。うん、治療目的っていうのがちょっと ちょっとわかりにくいっていうね,うね方いらっしゃると思うんですけど、治療目的でないものっていうのは何かっていうと美容目的ですね。ああすねはい。うん、例えば歯科矯正これは顕微ですよね。見た目を良くしたい、うん、治療には必要ないっていうことですね。うん、っていう場合はこれは入らないっていうことですね。うんうん ただ、歯列矯正が全て含まれないかというとそうではなくて、<ー>まあ、例えば顎の矯正が必要だとか、顎の骨を削らなきゃいけないとかですね。そういった場合とか、お子さんの噛み合わせが悪くて、もうこれはもう歯列矯正しないとちょっとまずいですよ、ということでやる場合。うん、これは治療目的なので入ります。うん、なので、何が入る、何が入らないじゃなくて、あくまで治療目的かどうかで入ります。入りません。っていうふうに区別されます。ということなんですね。えー、それ以外に入院費用ですね。うん、入院費用も入るんですが、ここでプラスアルファの部分には入らない。 うん、例えば、部屋代ですね。個室を選択したりとか、うん、まあそういったものであったり、食事代ですね。そういうのは治療ではないっていうことで含まれません。ね、ただ、その普通に入った入院費用というものに関しては全て入ります。うん、これに加えてですね、当然ですけども、医師の処方箋で購入した医薬品の費用。まあこれも入ります。治療に必要な松葉杖とか、うん、まあそういう購入費用ですね。うん、これも入ります。うん、で、先ほどから言ってますけども、通院に必要な交通費。これはね、公共交通機関のものに限ります。でちなみに、はい、タクシーは入りますかこれ微妙ですね。 公共のね、交通機関ではありますけども、タクシーを利用しなければならないっていう、もうやむを得ない理由がある場合は認められます。例えばバスがなかったとか。電車が使えないとか、まあその休養する場合ですね。はいとか。もう痛みでもうどうしようもないと。だけど、まあ救急車を待ってられないっていうか、目の前にもうタクシーがいるっていう場合は、それ乗っちゃう場合もありますよね。そうですね。っていう場合は、タクシーは認められます。で、この場合はですね、もう高速料金とかそういうのも全部含まれます。ああ、そうなんですか。うんまあまあまあ場所によってはね、そうですね。はい。 目的による <laughs> まあまあ、ここもなかなかまあグレーちゃう、はい、グレーではないですけど、まあ、まあ難しいですよね。いねはい。それを加えてですね、あんまマッサージとか、指圧師柔道生服師ハリキュー師ですね、によるリハビリとかマッサージ費用。これは治療が必要だっていう、医師の診断が必要ですね。っていうのが対象になります。だからまあ、単にまあリラクゼーション目的というのは入らない,いですね。あと、介護保険ですね。その介護費用も含まれます。治療ではないですけどね、介護保険も含まれます。で、えー、一方ですね、これどうなのっていう場合に含まれないものっていうのが ありますこれもちょっと列挙をして出しておきますけども、はい、美容目的の自由診療ですね先ほどからちょっとお話ししてますけど歯列矯正とかですね治療目的として必要な場合を除きますが美容目的であれば含まれないということですね、はい、でまあ入院時に個室を希望した際の差額ベッド内とか<ー>入院時のテレビとか冷蔵庫などの耐釈量予防接種とか健康診断の費用これは治療ではないメガネなるほど、はい、メガネやコンタクトレンズの購入費用これも原則入りませんただ白内障手術とかね、まあ、年齢が高くなっていくとまあ押せざるを得ないっていう いう方もいらっしゃると思うんですけど、その治療に必要なものとして購入をね促されたっていう場合はこれは含まれます。うん、で、交通費のところでもお話をしましたが、タクシーは含まれるんですけども、自家用車での通院、まあまた駐車場代とかガソリン代とかですね、そういうようなものが含まれないということですね。うん、あと健康促進目的のサプリメントとかですね、うん、飲んでる方もいらっしゃると思うんですけど、まあそちらの購入費も含まれないという形になります。うんはい、まこれらの金額をまずね含まれるもの含まれないものあるんですけど、含まれるものだけを合算しますと。で、その合算した金額か から引かななきゃいけないけものもありますまず1つは保険契約に基づく支払いを受けた場合あ自分自身が入ってる生命保険で入院費用とかをもらった、うん、っていう場合はそれから引かなきゃいけないんですねでさらに損害保険とかですね<ー>、はい、これも含まれる場合があります,す、ね、はいそちらも引きますでさらに健康保険から還付を受けてるとか給付を受けてるっていう場合ですねうん、うん、例えば入院給付金とか出産育児一時金とか高額療養費制度をつけて還付を受けてる、まあ、もしくはハランナで住んでると言った場合ですね実際に自分自分身が 自分ののの財布かからら出したたもももですすねな、うん、なんか給付ををを受けてててそそれれっっ超えて払ったものという形になります、うんうん、だから自分自身で保険料を払って、で、もらってるんだけど、それは医療費控除には含まれないっていう。ないんですね。はい。<え>まあ、自助努力にしてるのにね。まあ、そういう規定なので、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、そういうふうになっています。だからまあ、合算したものから保険でもらったものを引いた金額。この金額が10万円を超えた場合、医療費控除になります。はい、では必要書類ですね医療費控除の明細書 っいうものが必要になりますこれを保管する役割としてですね保険者の方から送られてくるまたダウンロードして手に入れるですね医療費通知っていうのがありますうん、うん、この2つが必要です医療費通知はねなくてもいいんですけどうん、うん、まあった方が手間がかからないので用意された方がよろしいのかなと思いますまずその医療費通知からちょっとお話し,しますけどこちらはですね保険者によってはダウンロードする場合がありますね中小企業とかで入っておられる方で協会憲法になっている方は全国健康保険組合ですねでそちらの方は1月と 5まあ、1月中ぐらいに届きます。これは事業者に届きますので、でね、事業者から受け取る必要があります。うん、なので、ちょっと遅れると、まあ、2月に入っちゃったりする場合があります。まあ、業界団体で入っている健康保険組合があったりとか、うん、まあ、もしくはその会社ごとにある健康保険組合をお持ちの大企業と呼ばれるところですね。そ,すねそちらの方は憲法によって変わります。ああ、まあ、そうですね。はい。うん、憲法のほとんどがですね、やっぱ経費削減をしたいというところで、うん、大体ダウンロードになってるますね。あ うん、はい。なので、健康の中にその ID パスワードでログインしてダウンロードするというような形になっている場合が多いです。それは受け取れるんですけど、なんでこれだけじゃダメなのかっていうことなんですけどね。うんはい、まあこれ、医療費控除の明細書の代わりに使えますよっていうのがね、アナウンスされて、まあかなり久しいんですけど、はい、これね、全部が書かれてないんですよ。っていうのは今年ね、まあ2024年で考えると、2022年の10月から2023年の8月までの分しか書かれてないですね。確かに変なところで切れてますよね。そう 見ますけど前々年度の10月から前年度の8月まで,ではいしか書かれてないんですよ。これは何でかっていうと、病院のレセプトって呼ばれる診療費のね、請求の仕組みによって変わってるんですよ。これね、全部電子化すればね、もっと早くになるはずなんですけど、何でか知らないですけど、医療業界って電子化されてないんよね。大きい病院はね、結構ね、されてたりするんですけど、電子化することでもっとね、他の病院とかの連携とかそういうようなものも全部できる。 うん、例えばレントゲン取ったやつも全部ねそういうふうに回せるのでいいんですけど、うんまあ、なかなか進んでないっていうところがありましてそす、ね、まあ年齢高い人が多いってことですよねまあ基本はそうですね、はいまあ、まあそれはさておきレセプトっていうね仕組みがあって皆さんは窓口に3割負担で払いますよねじゃ、はい、7割どうしてるかっていうと病院とかお医者さんが7割の分くださいねっていうふうに健康保険組合とかに請求するんですねその請求することでレセプトいっ,ったりもしますけどもそれ最大3か月遅れるんですよ<ー>制度上3ヶ月 月遅れちゃう時があるんですね。そうするともう間に合わないので、まあ、確かに十一、十二月とかだったら間に合わなさそうですよね。そうですね。どんだけ早くても、まあ、九月、十月はね、間に合わせてほしいなと思うんですけど、これも。結局電子化してないとちょっと難しい。まあ、まあ、そうなんですね。ですかね。あの、僕も、まあ、実際にそのレセプト自体を見て、カバンだったやつ見たことありますけど。こんなのがもう、もう、ずっわーと並んで、もう、その専門の人がね、こういちいちチェックするんですよ。紙で。紙で、今時。はい。ちょっと、それは。 古いですね。バアって見ていくんですよ。あの瞬間でよく見れるなというふうに思いますけど、この病名の方にこういう治療したっていうのがピタって止まるんですよね。あれこれ必要ないんじゃないとか。いやなんか今まあ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 そういうそういうのがあります。はいはい。まあそれをするのはね、ちょっと時間かかるということで、9月10月11月12月この4ヶ月間はね書かれてないことが多いです。これまあ3月15日に確定申告しなきゃいけない。 でね、<laughs> せめて2月には届いてなきゃいけないのでん、ね、まあどんだけ早くにしてもちょっと間に合わないだろうというところでだから保険者の方から送られてくる医療費通知っていうのはもう全部が書かれてないんですね先ほどもちょっとねお話ししましたけど我々の,その税計算っていうのは1月1日から12月31日なので、うん、まあその足りない分をですね補わなきゃいけない、うん、で結局医療費控除の明細書っていうのはいるんですねあ作らないためなんですねその期間に医療費がかかってる人はねかかってない人はその医療費 通知だけでで十分なだから9月10月11月12月にかかってなければ明細書は必要ないので、うん、まあ医療費通知っていう保険者から来る書類ですね実際に事業所からもらいますけどその書類だけでまあ足りるわけですけどもしそれ以降にかかっている場合はそれに加えて足りない分だけは明細書で書かないといけないという形になりますで明細書に必要なのはまあいろんな項目があるんですけども、まあ、レシートがあれば全部書けると思いますので、まあ、レシートは取っておくという形になりますね、うん、さらにですねこの医療費通知っていうのは ウンロードでっていう,うな話でしたけどもうん、うん、確定申告をする時にマイナポータルっていうのを連携もできるんですが<ー>医療室通知について連携するっていうことをね許可してあれば例えば e-tax であったりとか税務署に行って端末を使いながらやる確定申告の時に、うん、マイナポータルのやつのデータを読み込むというようなこともできます、うん、これするためにはですね、うん、スマホとマイナンバーカードが必須です、まあ、マイナポータルですからねなのでそれ持ってませんよっていうちょっと高齢の方とか、うん、<laughs> ちょっと分かんないわという場合はもう手書きになります おなかなかですね。はい。なので、まあ、ちょっとね、IT 詳しくないとだんだん。ま <laughs> だんだんちょっとしんどくなってくる。そう、しんどくなってくるって感じですね。うんうん、はい。で、ここまでが、基本的には普通の医療費控除の仕方ですね。うんうん、ここまででまとめますけど、医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書っていうのがいりますけども、それ以外の医療費通知というものも一応一部保管できますよ、ということですね。で、足りない分は、領収書とか、そういったもので明細書を作って、で、それで確定申告をするという形になります。うん、はい。で、続いてですね、セルフメディケーション税制。 うん、についいててお話をしていきますこれも医療費工場の中の一つなんですけど、特例として作られたものです。これもまた1年間ですね、1月1日から12月31日までにかかった特定一般用医療品等購入費。 っってていいううののがありますすこれは、まあ、スイッチ OTC 薬っていうものですね、うん、まあ今まで病院とかで使われていたんだけどもこれはその副作用もそんなにないので、うん、まあ一般薬として販売してもいいでしょうっていうですねそういったものが薬としてあって、うん、でそれを購入した方ですねその金額が1万2千円を超えた場合に最高8万8千円まで受けられる買った金額が10万円までっていうことですねだから10万円なんだけども1万2千円までは引きませんよとうん、うん、その代らり超えた分の8万8千円までは これを所得控除とししてて控除していいですよと、うん、というここでですすねでこれ所得控除ですので先ほどもお話ししましたけど所得税税税住民税の税率をまあそうですね一緒、はい、ですね最大の8万8千円ということであれば所得税10%住民税10%という場合には1万7600円の還付が受けられると結構大きいですよね大きいですね、はい、で今1万2千円っていうことですけどまあ1か月にして1,000円以上になりますので、うん、スイッチ OTC 薬っていうの、まあ、結構幅広いんですけど でまた過去にはそれで設定されていたんだけどももう普通の薬に落ちちゃったっていうやつもあります妊娠<ー>月歩ですのでドラッグストアに行って薬剤師さんがいないと買えないようなものはあ<ー>まあ大体含まれるしはい、はい、それ以外も、まあ、普通に売っているんだけども、うん、例えば湿布のちょっと高級品みたいなやつですね、うん、まあそういったものはセルフメディケーション税制の中の金額に含まれるものも入ってたりします<ー>あのちょっといいものって思ってたんじゃないかなそういうことですね に含まれるのがスイッチ OTC 薬以外ででももも品と同等ぐららいいののの力ががありますすよよっていうようなものが認められたものですね特別選定してるんですけど、まあ、最近だったらコロナで例えば痛み止めとしてね飲んでたアセトアミトフェンとかああいうのが含まれている場合は含まれたりしますだからまあ何が入ってるかってかなり専門的なので、うん、それちょっと知る人はちょっと難しいですね、うんはい、なので通常はレシートにマークがついてますので,で,す、ねはい、でそれはちょっと後でお話をしますね、はい、でそれでまあ見分ける方法 いいいいいんじゃないかなかっていう,ふうには思いますで対象となる人ですけども、うん、もちろん自分自身が確定申告をする場合の自分自身が購入したものっていうのも入りますけども、うん、それ以外にご家族のもの扶養家族ですね、うん、はいで別居ももちろん可能ですそういったものも含めることが可能です、うん、さらにですねちょっと条件がありまして一応一定の取り組みをしている人って のはい、これがまあ一応あるんですね。はい、でそれとあと日本の居住者という形になっています。うんうん、でこの2つの条件を満たす必要があります。うん、でまあ一定の取り組みって何かっていうことなんですけどそもそもこれね作ったのが自分自身で健康を維持してくれるからその分だけ医療費かかってませんよね。うんうん、でもこの人たちに何もメリットないですよね。<ー>じゃあやらないでおこっかっていう人いないと思うけどそういうような形になってるのね。はいはい、だからまあそういう人たちに一定の医療費控除を認めてあげましょうっていうのが 目的ではあるなので健康増進をしているっていうことを何か調べて証明しなかったその一定の取り組みって何ですかっていうとこなんですけど一番は予防接種ですねまあまあまあわかりやすいですね定期的な予防接種が必要な人であったりまあこれ高齢者の方が多いですけどそれ以外にインフルエンザワクチンとかですねまあそういう予防接種をしている人これは領収書があれば大丈夫です多分次のやつはね全て含まれると思うんですが勤務先で実施する定期健康診断ですねこれはまあやってそうですねこれはお金払ってないと思うので で、結果通知書が届きますよね。本人のところ、これが代わりになります。必要な項目としては、事業者の名前か保険者の名前が入っているところと、お医者さんの名前とかまそういったものが必要なので、それ以外のところは必要ないから黒塗りしても大丈夫です。女性の方だと見にせたくないってやつありますね。そういうことですね。だから、あの結果報告書が必要なだけで、結果報告の中身は知らなくていいので。はい。もうそこは黒塗りして大丈夫。はい。もしくはなんかマスキングしてですね。これ、コピーで大丈夫なので、付箋を貼っといてコピーすると。いう な形でもちょっとめんどくさいですけどね。他にはですね、市町村等が行うですね、健康審査ですね。あ<ー>はい、これは、まあ、生活保護者とかですね、そういうような方が行うようなものになります。えー、それ以外に、保険者の方が行うものですね。まあ、人間ドックとか、各種検診ですね。そういったものの結果報告書。うん、まあこれも入りますと。うん、それ以外に、特定健康審査っていうのがあります。健康診断の結果から、またさらにお呼びがかかってですね。ああ、そうですね,ですね、はい。メタボ検診っていうふうに呼ばれるものとか、うんうん、あと、特定保険診、 電話とかウェブ会議とかで生活習慣を変えましょうっていうようなものですね,ね,ですねそれをやっているかどうかと。 まあ、あとは、がん検診ですね。はい、そういったものが、まあ、一定の取り組みの中に含まれますれどれか一つはい、どれか一つで結構です。あまあまあ、基本大丈夫そうですね。まあ、健康診断してない人いないでしょう。まあ、よっぽどじゃない限りは。これ、うん、一応、会社の義務なんで。うん、そうですね。個人事業主だとあれですけどね。その人たちは、自分で受ける必要があね。そうですね。でも、これって、はい、強化憲法とか、国民健康保険とかに、ね、入ってれば、必ず通知きますからね。らね健康診断はね、まあ、他のところでもお話し,してますけど、 医療保険いらないよとかね我々言っているんですが、うん、その医療保険いらない理由としては健康診断はちゃんとしてくださいっていう前提条件ってパがありますので、はい、健康診断は皆さんされた方がよろしいかなというふうに思います。うん、結果通知届くやつで条件がいろいろあるんですけど簡単に言えばですね定期健康診断って書かれていたり特定健康審査って書かれていたり保険所の名前ですね何々健康保険組合とかっていうものが入ってたり僕らは必要ないって言ってますけど一部の医療保険にはそれを受けられ そうすると何々生命保険とかっていうような名前になってたりする場合もあります。<ー> それか、事業者ですね。まあ、お勤め先の会社の名前が入っていると。そういった名前が結果通知書の中に入っていれば、まあ、基本的に大丈夫という形になります。だからまあ、自分自身で勝手に受ける人間クとかは入らないですよね。そういうことですはい。なんでだろうって思うんですけど。取り組みとはそうそう。取り込んでるのにね。まあ、一応条件がありますよと。まあ、だからまあ、不正防止じゃないですか。あいらんこと考えないやつがいるんですよ。第三者の関与が必要ですよっていう形ですね。で、適用範囲なんですけど、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、 特定一般用用品等の購入費用ですね、うん、これが入りますよと、うん、代表的なものはスイッチ OTC 医療薬というものですねこれプラスアルファでプラスアルファ結構多くなってきたので、うん、スイッチ OTC だけじゃないですねうん、うん、一番簡単なのは、うん、それを買う時にですね箱に何かしらのマークがついてるんですけどこのマークがついてるものですねセルフメディケーション税控除対象です、ね、まあちょっと大きくね書かれているものになりますけども、はい、これがね箱のどっかに書かれてます、うんはい、その医療品のねなのでまあそれを見ていただくとうん、うん で、それ以外にですね覚えられないと思いますのでドラッグストアで購入するときにレシートを見るとですね、うん、OTC 薬とかセルフメディケーション税制に適合するやつはその金額のとこにマークがついてます<ー>なのでそのマークがついているものが対象になってますよということですねだからまあそのマークがついているものは確定申告まで持っていただいて1万2千超えるかどうかっていうのは分からない,と思いますので,いで,す、ね、で全部集めておくということですね一応厚生労働省のホームページにも書かれていますのでこちらも概要欄のところ貼っときますから、うんまあ、そちらもです そで確認すすることも可能ただしですねこの一定の取り組み例えば人間ドックとかそういうようなもの自分自身で払ったその費用は対象になりませんとあそういうことですねそっちの方が高いですからねそうですねなんかよく分かんないっていうそういうとねちょっと注意点がありましてこのレシートの誤りちょくちょくありますレシートの誤りさっき言ったレシート見るとマークついてるって言ったじゃないこれねほぼ毎年のようにミスがあるんよマークついてなかったりとか大体は対象でないのにマイクがついているっていう場合です ななんんかかかデーータベースが崩れてるとかそうなんですかねまあ人のやることですしそうですね,すねはいなのでドラッグスターによってですねまたスーパーとかですね、うん、まあ使ってるところはあると思いますけど、うん、そういうところでね一部ちょこちょこあるんですよ、うん、まあなんかありそうですよねはいこの2023年に関して、まあ、報告があるのは3つのお店、はい、意外とありますねはいここからファインウエルシアあとイオンですねもうのこのこでかいじゃないですかはいここからファインの場合は6月2日まで買ったものの中で医薬品として書かれてます誤りがある場合がありますので 国税庁の方でも発表があります。なので、ここからファインかウェルシアかイオンのレシートをお持ちの方でそのマークがついてるという場合は、一度ちょっと確認をされた方がよろしいいこれめんどくさいですね。これは含めないでくださいねっていうふうに言ってますから。そうか。はい。こんなことあんま言ってくれないと思います。あ、なかなか細かいですよね。いや、でもこれ毎年あるんですよ。だって、薄り変わるじゃないですか。スイッチ、OTC だったのに普通になったりそうそうそう、あります、あります。普通のものだっと。大変ですよね、こういうの。ですよね、これ。メンテが大変ですよね。そう 欲しいね。うん。うん、まあ、こう、税を複雑にすればするほどですね。まさにこれですね。そう。<ー> <laughs> こういうことになってくるっていうね。で、覚醒申告をするときに必要な書類ですけども、はい、セルフメディケーション税制の明細書っていうのがあります。これは国税庁の方からダウンロードできます。これもね、概要欄の方に貼っときますけども、うん、まあ、そちらの方からダウンロードして、明細を書いていくという形になりますね。うんうん、まあ、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類。先ほどの。この書類はですね、実は、提示の義務もないし、添付の義務もないです。うん 別になんかもう形外化っていうか。<laughs> する可能性ありますよね。はい、なんですけど、セルフメディケーション税制の明細書ね。これはまあ医療費控除のやつも一緒なんですけど。はい、何にいくらかかりましたっていう一覧になってるものですが。うん、ここにね、あなたは何の取り組みをしましたかっていうチェックマークをと、そこの企業名とか。書く欄があるんですよ。<ー>これ書類がないと書けないと思うので。確かにそうです。まあ簡単なんで、もう慣れてる人は。多分もうその全部書類なくても書けるとは思いますが。あ<ー>まあ一応これは保存義務がありますので。<ー>提示とか添付は不要ですが、後になって。 税務署からちょっとこれ確認させてくださいって来た時になかったらあ<ー>まあ,あれまずこれあれでってなっちゃうので。 まあ一応取得されておいた方がよろしいかなというふうに思います。以上です。ああ、はい。さすが日本、ややこしいですね。<laughs> はい、これね、医療費控除ね、結構金額がね、高くなることが多いんで。だと思います。まあ特に普通のね、うんえー、医療費控除の場合ですね。うんうん、最大200万までなので、うんうん、この医療費控除を受けるっていう時は、ぜひね、これ念頭に置いていただいてうん、うんで。まあお医者さんにかかったり、薬を買ったりしたもの、まあそれに関連するような交通費とか、うんうん、まあそういったもののレシートですね。 これはもう絶対に持っておくっていうことですね。ういうすねはい。家族全員持っておいた方が <laughs> いいので、うん、そうですね。まあかかったものはね、そのつ度そのつ度書くっていうのはもうできないと思うので、うん、家の中でそれを管理するっていうか、保管しておく、ここに置いといてねっていう場所をちゃんとご家族で決めて、それを購入した場合はそこの中に入れると。で,ね、で、1年に1回、1年末ぐらいにこれ全部見て、うん、あ、どうも超えそうだと。<ー>いうことであれば、まあ確定申告するというような形ですかね。うん、なかなか豆めですね。<laughs> まあでもそれで、還付金として、まあ セルフメディケーション税制だったら最大、うん、まあ20%の人だったら2万円弱ぐらい 1>, 1万7600円入ってきますし。うんうんうん 医療費工場はね、多分自由診療とかされる方じゃないかなとは思うし、入院とかになった場合に絶対にね、取っておくっていうことはあると思うんですけど、でもそれ以前のやつ取ってなかったりすると、まあねね、それ使えなくなっちゃうから。かね、いつになるか分かんないですもんね。そう。電子化してほしいなって今、切に思いましたけどね。ああ、そのね、<laughs> 病院のやつとかね。それができると、僕らもっともっとね、うん、楽になっていくっていうか、ICT とかフィンテックとかも言われますけど、我々のね、投資とかね、また家計とかね、そう,ですねそういったものを、だん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 楽になるとは思うので、ぜひ。 <laughs> そういうなところを進めてほしいなというふうに思いますよね。それでもそんなに言うて難しくはないですよ。難しくはないです。いですはい。めんどくさいだけです。はい。めんどくさいだけです。はい。なので、一回やってしまえば、うんうん、まあ、もしくは、あ今年しなきゃいけないっていうか、あ今年なんか寒服けられるかなっていうふうな時は、うんまあ、ちょっと重い腰かもしれませんけど、やると結構ね、帰ってきますんで、まあ、ぜひやっていただければなというふうに思います。またね、去年はなかったという方も、うん、今年は、<ー>はい。まあ、もしくは超える可能性がありますので、うんうん、医療関係の領収書、多分まあ、窓口でもらえると思うんですよ。 こんだけ利用点数かかりましたよっていう,とうい名サイトを含めてですね、はい、まあそれを全部まあ保管しておくと領収書と,ともに保管しておくというような形になるのかなと思いますで最後になりますけどもマネーセンスカレッジでは2万人以上が受講した独自の投資戦略全世界投資をお勧めしていますご興味のある方は概要欄をご覧くださいまたこの動画が良かったなためになったなと思った方はチャンネル登録高評価通知音をよろしくお願いします今日もは最後までご覧いただきありがとうございましたありがとうございました